ね、3人さんに来ていただいたということでですね、私個人的にはですよ、千年決戦編のね、名シーン、この辺りをね、アフレコとかしてくれないかなーなんて思ってるわけですよ。いかがですか？聞いてるよ聞いてるよ。うわ、もうこっちも軽く聞いてました。はい。あ、そうですか。聞いてる。杉山さんはどうですか？聞いてるよ。すごい声。この妖精みたいなの聞いておられるならぜひやっていただければと思います。はい。はい。どうでしていいですか？はい、かしこまりました。おお。じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。俺は。あんたを止めにここへ来たんだ。あんたを止めて、ソウルソサイティも、現世も、ウェコムンドも、全部守るためにここへ来たんだ。俺以外の誰かにできたとしても、俺がやらずに逃げていい理由にはならねえんだよ！おー、ありがとうございます。やはりね、この、さっきのね振り返りの PV と、はい、さっきのねティザーの PV と見せていただいてからのこれじゃないですか、はい、今ちょっと気合の入り方が全然違ったですね相当に今グッときました。グッときましたね。あ、はい、ありがとうございます。いや素敵でしたよ。これが恐怖ならば貴様の恐怖とは何だ。恐怖が通じぬことは貴様にとって恐怖か。これが本当の袖の白雪だ。わあれね、今までと違うなんか空気感ありますよね。そうですね、なんか、うん、久しぶりっていうのと、はい、より強くなってるっていうのとう、ね、みたいな思いがありますね、うん、サブエボ立っちゃった聞いてて。いやいやいや、それはもうすごい、もう始まるんだってやっぱこっちも思いました、はい、ありがとうございます、はい、来年もよろしくお願いします。皆様、皆様よろしくお願いいたしますね。すごい年末スペシャル感が出てきちゃう、ね、来年もね。動くなよ、全員だ。全員その場から少しでも動けば撃つ。知らねえのか、そいつを止めねえとソウルソサイティも現世も植え込むんだもん。みんな消えてなくなっちまうんだぞ。それを知らずにここにいると思っているのか。知ってんのかよ。俺たちが来た理由も知ってて、戦う理由も知ってて、それでなんで。わからないか。僕がクインシーだからだ。ああ、いいですね。ありがとうございました。いやー、ウリュウの決意感じましたね。ありがとうございます。久しぶりになんかウリュウの声が聞こえてくるのまたいいですね。生ウリュウ。生ウリュウ。美味しそうな和菓子みたいな。そうですよね。生ウリュウ。今日だってこれ読んだところって。うん、今回のアニメでも当然あるわけじゃないですか、うん、このシーン。そうですね。これぜひアニメになった時にどんな風な表現になるのか、いや本当ぜひ楽しみですね。楽しみにね、僕たちもしますけど、はい、皆さんも楽しみにしていただきたいと思いますね、はい、楽しみにお待ちください、はい、ということでアフレコーナーでした、はい。